回は能力バトル漫画に登場するややこしい能力は使わない捨て頃一本の体術全振りキャラを3人紹介していこうと思います。鬼滅の刃に登場する強いやつ大好きバトルマニアこと赤座、鬼の頂点鬼舞辻無惨の精鋭、十二鬼月上限の3、無惨様直々の任務をこなすパワハラ被害者の常連で、数多く存在する鬼の中でも無惨様のお気に入りです。生っ粋の戦闘狂で強いやつなら誰でもウェルカム精神を持った某戦闘民族を彷彿とさせる男。そのため自らの戦闘力を向上させることには余念がありません。実際鬼の不死性を生かし100年以上にわたり鍛錬を行ってきた、まさしく努力の天才というべき存在です。さらに何百人もの人間を喰らい己の能力を高めてきたため、生物としての限界をも超える異常な回復力と身体能力を手に入れています。バトルマニアのため相手を強者と認めれば、戦闘中でもかなり慣れ慣れしくしてくるうざい一面もあります。さらに自分が認めた者には名前を呼び捨てにするという距離感の詰め方がわからないガサツな男です。一方で弱者に対しては容赦がなく、某海兵のように敗北者は絶対許さないマンでもあります。戦闘においては他の鬼が様々な能力を駆使して戦うのに対し、赤田さんは己の肉体のみで戦うシンプルに強いキャラなのです。その戦闘力は凄まじく、鬼殺隊最高位である柱を何人も葬ってきたらしく、その強さはほぼ思考の領域に到達していると言っても過言ではありません。天柱煉獄杏寿郎との戦闘では異常な体力と回復力を生かした戦いをし、煉獄さんを圧倒します。しかし日の出が近づいてきたため、とどめを刺さないまま退却するという戦闘狂らしからぬ決着となります。その後は逃げに徹し、炭治郎に卑怯者呼ばわりされても無視する高次元のスルースキルを見せ、逃げるが勝ちを体現しています。ちなみに煉獄さんからは初対面で会った瞬間から嫌われています。炭治郎と富岡と戦った際は異次元の強さから終始圧倒しますが、炭治郎の異常な成長とメンタル破壊によって敗北します。つまり主人公補正の前では赤座の数百年にわたる修行も無意味だったわけです。ここまで強さにこだわるのも生前に起こったある事件がきっかけで、なんやかんやあった結果役立たずの狛犬になります。つまり赤座とは番犬ガオガオなのです。ハンターハンターに登場する筋肉ギンギンウボウギン、カリスマ盗賊集団幻影旅団通称クモの創設メンバー、オラツキ集団クモの特攻隊長で危険な任務を好む戦闘狂です。守るものがあると力を発揮するタイプらしく、最も力を発揮するのは信長と共闘している時らしいです。つまり信長守護おじさんなのです。強化系能力者で複雑な能力はなく、純粋な力のみで戦う根っからのパワーファイター。強化系の究極体とも言える強さで、狙撃ライフルでのヘッドショットを異定の一言で済ます、戦車を破壊するほどのバズーカを片手で受け止める、人間の体を紙のように引きちぎるなど圧倒的破壊力と頑強な肉体を有しています。そのパワーから作中ではとんでもない暴れっぷりを見せます。強キャラ集団陰獣との戦闘では、山犬、ヒル、山嵐、ミミズの4人を相手に終始圧倒し、格の違いを見せつけていました。その際放った念を込めたただの右ストレート、ビッグバンインパクトの威力は凄まじく、地面に巨大なクレーターができるほどでした。筋肉には自信ありのトグル弟さんもびっくりなマッスルパワーです。最終的には一族の復讐に燃える旅団絶対倒すマンことクラピカに敗北し絶命します。散り際もかっこよく、絶対に仲間を売らない男気あふれる最後でした。ジャンプで連載中の漫画呪術廻戦の主人公である虎杖悠仁、まさしく主人公といった性格でノリがよく素直で、誰に対してもフレンドリーな人気者です。当初はごく普通の高校生でしたが、特級呪物両面宿儺の指を食べたことで呪いと呪術師の戦いに巻き込まれていきます。普通とは言いながらも、なぜか砲丸を30メートル以上投げ飛ばし、コンクリートを素手でぶち抜き、地上から校舎の4階までジャンプするという驚異的な身体能力を持っていました。特級呪物両面宿儺の指の猛毒に耐えた上、自我を保つ器としての適性を持つ稀有な存在、最強の先生五条悟曰く千年生まれてこなかった逸材、ナルトでいう人中力的なやつです。肉体の主導権を奪われると宿儺が表に出てきてしまい、呪いの王と呼ぶにふさわしい驚異的な力を発揮します。その危険さゆえ呪術界により処分されかけますが、なんやかんやあった結果耐えます。
その後は多数の強敵と戦い、現在も成長しながら主人公として大活躍中です。もともと非呪術師であったため、術式は使えず、持ち前の身体能力を生かしたシンプルな肉弾戦で戦うフィジカルエリートです。主な技は、軽低剣、一度の打撃で二度の衝撃を生むパンチ、拳にまとわせた呪力が速すぎるパンチに追いつかずズレが生じた結果、通常のパンチと遅れてきた呪力により2回分の衝撃が発生するというもの。いわば二重の極みです。黒線、ブラザー東堂先輩との特訓の末習得した技、打撃の際生じる呪力のズレをほぼゼロにすることでとんでもない衝撃を発生させる強烈パンチ、その威力は通常の打撃の 2.5 乗。この黒線は打撃攻撃をする呪術師なら誰でも使うことができますが、黒線を狙って出せるものは存在しないというほど難しい技なのです。虎杖も 100% 狙って出すことはできませんが、抜群のタイミングで黒線を発生させる勝負強さを見せています。そして黒線を一度でも発生させた者は自分の呪力の性質を真に理解し、呪力の核心に迫ることができるらしいです。存在しない記憶、ブラザー東堂先輩に対し使った技、虎杖との楽しい日常を過ごしたという存在しない記憶を植え付けた洗脳的な能力。この能力は当初変態キャラのイカれた妄想で単なるギャグかと思われていましたが、シリアス展開のガチバトルでも存在しない記憶を植え付けたことから、虎杖の術式なのではないかという説が出た能力です。主人公が使う能力としてはヤバすぎる能力です。つまり本当にイカれていたのは主人公の方だったということです。